れ。こんばんは、こんばんは。あ、みんなこんばんは。わ、待って、めっちゃ来てくれてるじゃん。ちょっと待ってね。セラさんこんばんは、チーさんこんばんは、ハルさんこんばんは、チャーさんメリークリスマス、メリークリスマスメリクリはちょっとあれじゃないちょっと待って、声聞こえてますこれ。ちょっと待って、ちょっと動かす。声聞こえますこれ。聞こえてるよ。ちょっとカメラがどうなるかな。もうちょっと上げるか。もうちょっと、もう、あれ違う、ここじゃない。ちょっと揺れるかも。あれ、これか。よ画角が、待って、もう一つ配信予定できてる。ちょっと待って、マジ配信さ慣れないんだよな。配信予定がもう一個ある。うわ、ほんとだ。ちょっとこっち消した。はい、みんなこんばんは、こんばんは。じゅんちゃんさん、教えてくれてありがとうございます。ごめんなさい、もう一回聞きます。声とか大丈夫ですか。音、一応今日ね、音楽かけてみてるんだよね、初の試み。聞こえますよ、音楽も聞こえるから。ちっちゃいから。聞こえる。あ、ちょっと揺れる。いや、聞こえる。ねねみさん、小さい音が聞こえない。ちょっと待って、これでどうかな。あ、マキコさん、こっちでやってたんですね。最初まで待ってました、ごめんなさい。ちょっと不慣れなものでBGM も OK、 もうちょい大きくてもいいと思うけど、それって声かな、 BGM かな。かおりさんこんばんは、アーサーあずさんこんばんは。150人、あ、もうそんなに。ほんとだ、163人、嬉しいね。リンリーさん、音楽聞こえない。これどこで拾ってんの。隊長ゴンタさん、あれ、隊長ゴンタさんになってるかな。こんばんは、ライブコメ初です、ありがとうございます。今年最後に会えてるしありがとうございます、来てくれて。コメントがね結構流れちゃった。あ、ごめんなさい、ちょっとカメラ動くよ。あ、サチコさん聞こえる。京子さんこんばんは。聞こえない。何が聞こえない。声が聞こえないから。ヒロさんこんばんは、めぐめぐさんこんばんは。音楽いい感じ。あ、この曲マークさん使ってるっけ。なんか YouTube で使っていいよってやつ、なんか、なんていうやつだっけ、読み方わかんないんだけど、なんか YouTube のオフィシャル、
と分かんない、まあ、YouTube で使っていいですよってやつの音楽のやつ適当になんか適当に流してる今日は早手忍者の時そうもうねこんな時間だからアーベはね寝ちゃってるんですよ。今年あと少し早手兄ちゃんに会いました。お蕎麦食べた。お蕎麦みんな食べたのかな。ゆうこさん、こんばんは。年末に濃厚接触者になって自宅でわあ、なんか俺の知り合いもね24日にコロナかかっちゃって今日までなんか自宅でみたいな早手兄ちゃんに会える。早手です。ありがとうございます。でもコメント早手です。よく間違えられちゃうね。俺も来ていただいて嬉しいです。あっちゃんお休みタイムですか。そうもうねおねんねです。あえてリップ塗ってリップ塗ってね。ナチュラル。音楽微妙。ちっちゃいちっちゃいですか。うるさい。それとも鼻水が出る。アーベちゃんが元気と年越しできてよかったね。あね本当に本当によかった。カメラ上かな。上すぎかこれ。そんなことね。よっ。あれあれちょっと待って。音楽ちょい下げ。じゃあちょっと1個下げる。ハイテ君の YouTube 若から鍋にチーズリゾットすごい量食べちゃって多分ねご飯2合ぐらいあったかな。気合で食べたね最後。若菜さん出遅れた。こんばんは。今年は夕飯に年越しうどんを食べて。お、いいですね。風邪ですか。いやーなんだろうなんだろう、なんか鼻が出る。ハイペ兄ちゃん何の曲をかけてますか。今なんだろう、カナリアスキップっていうやつなんかフリー BGM をね、なんかフリー BGM のプレイリストを適当にかけてますよ。ゴンダさん、うちは、夕ご飯が年越しそばです。私は日清そばにします。お、いいですね。明日も仕事だけど年越し明日も仕事か。明日仕事か、大変だ。あ、八木組さんこんばんは。遅刻した。ちょっと遅刻ですねチーズリゾット美味しそうでした。 あれ美味しいんで、ね、ぜひやってください。チーズ多めがね美味しいですね。今回ちょっと少なかったんで次は足そうかな。YK さんこんばんは。ありがとうございます、来てくれて。マキコさん、私は年越しラーメンです。あ、ラーメンいいな。小島さん、こんばんは。美香さんこんばんは。シンクさんでいいのかな、こんばんは今日は串カツ食べて。あ、串カツいいな。こんばんは。今日が仕事納めで職場でお蕎麦を食べてきました。年越しライブ嬉しいです。今日まで仕事か、お疲れ様です。年越し蕎麦食べるのかな。いや、うちは
食べなかったですね。来年の目標ですか。まあ今年登録者1万人いけたんで、まあ、2万人目指したいなとは思ってますね。難しいとは思うんですけど、レンジでチンするお蕎麦、あ、でもお蕎麦なら全然いいですね。チーズリゾット予想超えすぎだ。でも俺ご飯食べるとき大体2合ぐらい食べるんだよな、人が。だって足が冷めるとスリッパ履こうかな。家は年越し寿司です。あー、お寿司もいいな。大掃除しましたか。まあちょっとだけした。和子さん、和子さんでいいのかな、こんばんは。今から緑のたぬきを出ます。いいな。マキコさん、こんばんは。今2,200、おー、いいな。ゴジマさん、アイト君眠いんでしょう。でも眠さ対策はさ、カフェインの錠剤飲んで、今モンスター飲んで、あと昼寝をちゃんとした。チーズリゾットあかんな。さすがにちょっときつかったな。もうアイジが初詣行きますか。私は今日昼間近所の神社に今年 1年の感謝を伝えに行き、明日会社近くの神社に今年もお願いします挨拶に。初詣ね、初詣とかあんま行かないんだよな俺。今日は家の大型犬に来ております。お、うちもカーペン洗います。あ、この BGM 俺使ってるやつだ。紅白見ないの。紅白、これ紅白見たことないかもしれない。見たことない気がする多分。え、これ声とか遠いかな。声ちゃんと拾ってますよこれ。ゆうかさん、はやてくん、はやぺくん、年越しライブよろしくお願いいたします。こちらこそね、よろしくお願いします。鼻が垂れてくる、なんか今年1年もアーペーファミリー、あー待ってコメントが、今年1年もアーペーファミリーの、皆さんのおかげで元気と癒しをもらいました。ありがとうございます。いや、こちらこそね、ご視聴いただいてね、本当にありがとうございます。これ普通？よかったよかった。紅白見ながらお蕎麦食べてます。今石川さゆり、石川さゆりなんか聞いたことある。え、赤からってカレーあるの。え、ガキ使ってもうやってないんだっけ。ガキ使ってもやってないの。マジで知らなかったっけ。なんか糸が出てる。切ろうかな。赤からっておでんもあるの。全然知らなかった。あれ、
22時頃まで掃除してた窓拭きを外が明るい時間にしたらそれでお掃除終わった気分になってでも全然ガラス綺麗になるだけで気分変わりそう。でも俺ガキ使とか、あ、この曲リピートがいい？どうやってやんだろう。これか、できた。ね、この曲いいよね。俺も好き。ガキ使とか、学生の時、毎年大晦日友達と集まって、笑ったら、本気笑ったらさ、ケツバットじゃん。俺らケツにローキック。とか。やってたな、毎年めっちゃ楽しかったな、あれ。うちは小さい茶碗で大きい犬種に憧れてます。大きい碗ってどういうところが好きですか？うちも前ちっちゃい子飼ってたんだけどさ、なんか大きい子の方がやっぱなんかギュッてできるからなんかそういうとこがいいなと思う。ちっちゃい子もね可愛いけどね、すごい我が家は大掃除やめてやりました老気、いや本当に痛かったよ。あの本当に痛かった。あのちゃんと痛い。あ本当にね、あの1分ぐらいもだえる。4人でやっててさ、ホワイトボード横にあってさ、あの誰が何回笑ったってさ正の字で書いててさ、 CM 入ったらさその数だけ精算するんだよね。マジで面白かったな。でもあれ毎年やってた本当に。もうやってないんだ、知らなかったな。みんなは毎年年越し何して過ごしてるんですか？大掃除しないで昨日は名古屋、大晦日の今日は伊勢に来ました。三重県いいな。ダイナマイト四国って何？何ダイナマイト四国って。ちょっと調べる。あ、これね、いたっけこんなの八木久美さん、去年寝てたんだ。毎年チーズフォンデュ、いいな。マリさん、今年はアペファミリーに癒されました、ありがとうございました。いやいや、こちらこそね、ありがとうございます。お、ミヤさん、さっきまで寝てたんですか？兄ちゃんたちへの、ペイちゃんの凄まじいアタックが見てて楽しいですか？やられてどうですか？うん、すごいよね。突然スイッチ入っちゃう時とかもあるからさなんか前に俺の動画でさ、もうほっといたら何分ペロペロされるかってやつやったんだけど、何分だったっけな、なんか10分ぐらいされて俺が痛すぎてギブアップした気がする本当に痛いんだよね。今から近所の神社におみくじ引きに行きます。お、風邪ひかないように気をつけてください。あ、初
スモーツ、あーなるほどね、おせちとかもダメ、あ、おせちもダメなんだったっけ。なるほど。アスタカやったらカニクリ、いいなぁ、いいなぁ。あれ曲変わってる。あれ本当だ。え、なにこれ、どうやってやるの。今日は愛犬の16歳。おお、大晦日に誕生日、おめでとうございます。16歳、すごいな。あ、小島さん見てくれてたのそれ。今日は何したの。今日何したっけ俺。なんか、あ、朝起きてアマンプライムで呪術廻戦ゼロの映画見て、寝て昼寝して、なんかいろいろやってたな。カウンターさん、山形からこの、お、寒そうですね山形、雪とかも降ってんのかな。あ、八木組さんも覚えてくれてる、あの動画、耐久パランパラン、あれもう本当にね、本当に痛かったんだよね。なんか熱、なんかズザラって、一回一回ズザラってなってくるからさ。ごま、福岡からです。お、いいな福岡。この曲ね、この曲なんかアペのお散歩って感じですね。これなんてやつなんだ。今どれ流れてるかもわかんない。ん、これかな、わかんない。今日 YouTube の食べながら質問に答えるパターンに聞かれてた。まあ、お、よかったです、よかったです、そう言ってもらえて。ただ食いすぎたね、完全に食いすぎたね。乙骨ゆうと主演の、あ、そうそうそう、それそれです。それを朝から見てました。こちらはこれから雪のようです。土砂崩れ現場が隣の地区で、プーさん、コメントの仕方が分かりません。テストできてますか。できてますよ。プーさん大丈夫です、コメントできてます。たくさんコメントしてください。春の下もザラザラ、あ、やっぱりそうなんだ。でもあーちゃんはね、なんかなんだろう、あーちゃんはペローンって感じなんだけど、ペはベロ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 ンみたいな、ブリューンみたいな。あーちゃんはペローンって感じなんだよ。お、プーさん初見ですね、ありがとうございます。なんだっけ俺、って何年とぐらいでしたっけ。え、って何だっけ。あ、牛だ、牛年です。俺土砂崩れって今日あったのかな。まだ2人の安否不明みたいな、150人規模の体勢、マジ。ペイさん激しい。そう、ペイさんね、強いし速いしザラザラだし、なんか紙やすりこうやってるみたい。大晦日にハイピニーちゃんのライブ配信、そうですよ、年明けまでやりますよ。
私うさぎ年、うさぎって読むんだよね俺。うん、うさぎだね。うさぎ年、来年、あれ来年うさぎ年だっけ。同じってことは一回違う。全国ニュースのトップですよ。うわ、え、どこですなっちゃってんだろう。あ、音楽うるさかったりしたら言ってくださいすぐ。あ、山形なんだ。うわマジか。うわマジか。お、めぐみさんもうさぎ年。来年うさぎ年なの2023。やばい、あ、うさぎだ。うさぎか。牛年の人いますよ、他に。チーム、え？俺今なんて言った？チーム牛年だ。チーム牛年。まだいける。うちの妹と一個違い。みんなは年越し、違う、1日は何するんですか？八木久美さんリーダー。元旦仕事、元旦仕事か。元旦仕事きっちいな。小津小次さんこんばんは。チームしろし、そしてアイビ君の誕生日は両親の結婚記念。本当に？紅白ミーシャが歌ってるんだけど、うさぎの帽子かぶってる。え、見たいんだけど。見れんのかなこれ、無理かな。かっこいいよみこさん、はい、てみちゃんこんばんは。こんばんは。我が家には今では猫7匹いて、今やっと、ご飯と掃除が終わって、これから年越しそばを食べて雑煮の準備をします。2年前に愛犬を亡くしてから寂しいですが、あーちゃんとペーちゃんの動画をですごく癒されています。年始はたくさん楽しくて美味しくて幸せな一年になりますように。私はネズミの星です。ありがとうございます、コメント。お、群馬からありがとうございます。俺も見たいんだけど、見れんのかな。普通に見れないかな。見れんのかな、ここから。いや、お、見れた。え、これウサギなの、帽子。赤いやつだよね、赤いやつ。これあれなの、え、これウサギなの？
え、赤いやつだよね、だるまの前で歌ってる。マサさん、明日は初バーゲン、お、いいですね。お、こじこじさん、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。あ、この赤いのウサギなんだ。お、八木組さん、次男を迎え行ってきます、気をつけて行ってください。今年もありがとうございました、お世話になりました。八木組さん、来年もお願いします。かんちゃんさん、それではゲームで年越ししていきます。さえぺあぺー家の皆様、良いお年を迎えください。23年もお願いいたします。こちらこそでよろしくお願いいたします。牛年ですか、犬年です。生まれたのが12分遅ければ、え、ってことは今日誕生日ってことですか。これミーシャって読むんだっけ、ミーシャさんだっけ、この人。シーってディズニーシーってこと。初めて見たな。なんだっけこれ。紅白だ。ライブを見させてもらいながら年越しそば食べてます。いいな。俺もお腹すいちゃうな。髪型変えました。あ、髪切りました。こっち向いて。よ。いいな。ゲーム年越ししたいのに見てる人誰もやってない。ゲーム配信ってこと？ハートください。ハート。さっきディズニーで歌ってたんだ。すごい。初紅白、そう、初紅白かな、多分。ガキツカしか見てなかったね、いつも。え、ディズニーとコラボしてたんだ。アイドルだハートもう一回ください。プーさん欲張りですね。ちょっと恥ずかしいな。兄ちゃんにゲームしろって。兄ちゃんいないんだよね、どっか行っちゃって。昨日からどっか行ってるよ。ケイさん、ハヤテ兄ちゃんこんばんは、年越しそば食べ終わり、もう寝る体勢で見てます。あと、あと30分ぐらいで年越しですね。あ、ショコラマンさんこんばんは、この間のホームセンのワンコのことですが、クラウドファンディングやろうと思ったのがなかなかできなくて、どうしたらいいか、とりあえずホームセンに話をして1月まで待ってくださいと話をつけました。兄ちゃんゲームライブ、え、してんの。兄ちゃんいない、うちいないよ、どっか行ってるよ。男性の鳥は、福山雅治は。あ、ほん、え、もう鳥、これ最後。かっこいいね。相手にチャボちゃんは爆睡ですか。ああ、どうだろう、ちょっと待って、今ちょっと見てみる。丸くなって寝てた。
自転車乗ってた、いや自転車乗ってたらいいな多分。兄ちゃんがいないとペイちゃんどこで寝るのかな。お母さんの部屋かな。たまに俺の部屋で一緒に寝る。兄ちゃんペイさん置いてそう、どっか行っちゃった。入ってる、寒い、暖房強めよ。何この音、全然わかんないんだけど。じゃあこれ、あ、どれだっけ、これか、これにしよう。うちのモルモットは走り回ってます。モルモット可愛いよね。カウントダウンまで頑張ってこのライブ見ます。お、ありがとうございます。もう意外と後でもね、もうすぐだね。兄ちゃん優しい、確認してくれてありがとうございます。さっき起きてたんだけどな、さっきご飯あげたから。ピンクのスーツとかすごいね、これが似合うとかやっぱイケてるな。うちのゴンタは爆睡中、多分もうアーペも爆睡してんじゃないかな。確かにね、他の人がピンクのスーツ着ててもなかなか、いやね、なかなか似合う人いないだろうな、こんな。すごいよね。うちのワンコもやっと寝たらぐずりまくってた。かわいい。この BGM 大好きね。俺も好き、この BGM。 サチコさん、かわいいですよね。あ、噛むの。モルモットな。モルモット今日インスタでなんか回ってきて見てたら、なんかピューピュー鳴くんだよね。あ、桜坂だから、なるほどね、なるほどね。ピンクの説で生えてくる、似合いそう、色白だから。いや、服に着られちゃうね。え、紅白って何時までやってんだろう。今暴走族がしてます。え、暴走族、本物の暴走族。うちにいたモルコとモルオも、モルモットって噛むんだ。足がしびれた。足しびれちゃいそう。あ、もう終わるんだ。あ、終わるんだ。終わっちゃうんだ。あと20分で今年も終わりだね。
なんか毎年ガキツカ見てた時はいつの間にか年越してたな。まもなく行く年来る年？何それ何それ。風呂入って歌、はい、歌見逃したね。あ、これ審査中なんだ。紅白ってどっちが勝つとかあるんだっけ。なんだ、初めて見たから分かんないな。赤組白組って分かれてんのこれ。え、筋肉の そろそろ近所の、お寺が除夜のお金をつき始める。へえ、こんくらいからやるんだ。ああ、結構いろんな人出てんだね。あと、出るんだ。顔出ししてんの？ダンディー、ダンディーとか懐かしいな。カズさんこんばんは。モンスター飲んでる。そう、モンスター飲んでる。眠くなっちゃうから。今日はカフェインの錠剤さっき飲んで、モンスター2本買って、コーヒーも2本買ってきた。昼寝もちゃんとした。絶対寝ちゃうと思ったから。今日もね、9時ぐらいからちょっと眠くてね、やばかったね。鳥さん数える？どういうこと？鳥さん数えるの？紅白って鳥さん数えるの？ジャニーズカウントダウン見ようと思ってたけど、ジャニーズ系の相手にちゃん見に行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャニーズね、かっこいいからね。みんなあんまりわかんないんだけどさ、ラウールって人かっこいいよね。あと中島健人はマジでかっこいいと思う。中島健人さんだね。怒られちゃうね。中島健人さん、あと、あ、歌っていうワンピースのキャラとして登場。あ、へえ、知らなかった。ただ今か今年って読んじゃった。年越しそば茹でてる。お、いいですね。兄ちゃんこの曲大好きです。今年は本当にアーペー家に笑顔にしてもらってるんです。ありがとうございます。まあ俺というよりね、アーペーとね、アーペーママさんに関してはね。日本、え、これ野鳥って読むのかな、わかんない。あ、白かったの。あ、待って、今 見れんなこれ。へえ、へえ、こうやってやるんだ。わかんない、俺今パソコンで見てんだけどさ、こっちの方が遅いのかな。遅いのか。ワンピース面白い。唯一見てるアニメかも。俺ワンピース
見てないんだよね。あ、野鳥ね。野鳥ね。ワンピース見てないんだよな。あ、漫画とアニメあんま見てないんだよな。そう、俺もさ、今日さ、配信中にさ、年越しそばとかさ、年越しうどん食べようかなと思ってさ、買いに行ったんだよ、夕方。全く売ってなくてさ、レンチンするやつ売ってたんだけどさ、配信中にレンチンしに行くのもどうかなと思って、5分ぐらいいなくなるからさ、レンチンしに行くとやめた。きつねうどん食べます。お、いいな。ハエテ兄ちゃんたちは初売りでペットの福袋を買いに来ますか。いやー、行かないかな。あと15、あ、もうあと15分、早いね。明日から休み、何しようかな。お、ゆっくり、まずはゆっくりお休みしてもいいんじゃないですか。年越しなチン、まだ間に、いや、なんかチンあれだから、お菓子買ってきた。お腹すいたら食べようかなって。あ、兄ちゃん平気でやんのマジで。俺もじゃあ買ってくればよかったな。いや、俺この間さ、なんか兄ちゃんのさ、過去の配信のやつちょっと見たらさ、全然兄ちゃん映ってなくてさ、面白かったなって。兄ちゃん、あ、兄ちゃんいつもなんだ。へえ。ジャニーズカウントダウンも見るけど、ハエピ兄ちゃんのライブ、のわ、そんなこと言ってくれて嬉しいな。あ、兄ちゃん何、配信中コンビニ行くの面白。カウントダウンで年越すときジャンプする。ああ、いや、怒られそうだな、うるせえってえ、ジャニーズカウントダウンってテレビでやってんの。みっちゃんが自販機にジュース買いに行ったとき500人マジで500人ペイのことにさ、ウケんだけどそうなんだ、知らなかったな。いや、見ないかな、兄ちゃんとかの配信手眺めるかいいや、でもさ、兄ちゃんはさ、手がさ、いてくれるからさ、あれだけど、俺ゲーミングチェアだけなんだよいいのそれでも自販機にですか、いいの面白いな。え、ジャニーチャボちゃんタイムいける？チャボ寝てるよ多分。ちっちゃいからさ、見えるかな、映るかな。え、ジャニーズカウントダウン見たいんだけど、パソコンから見れるのかな。見れんのかな、見れない、もしかして。じゃあチャボちゃんとしとこ。チャボちゃん映るかな、お部屋の中入っちゃってるかもしれないし。ペイさんはママのお部屋、そう、ママさんのお部屋ですね。兄ちゃんのチャンネルは兄ちゃん不在でもチャットが止まる。なんだマジで。え、ジャニーズカウントダウン、これから見れるのか、アベマ。うわ、会員登録必要じゃんこれ。
見たいんだけど無理かな。うわあ見れなそう。えテレビでやってんの？あれラウールって人スノーマンなんだっけ？ラウールさんね。ラウールさん、はい、ラウールさんはスノーマン？いや俺チャニーズのグループマジわかんないんだよ。見れないのかな？見れなそうだな。なんか、今日の出てる人はキンキキッズ、ニュース、関ジャニ、え、カトゥーン出てんの？キン、お、俺ちなみにキンプリのね、平野翔くんとね、生まれた日全く一緒なんだよね。97年の1月29日。ワクワク。はっちゃん。はっちゃんどうやって見んだ？チャンネルの YouTube 開いたら車のやつが出てきた。キンプリの神宮寺こ、え、マジ？すごっ。え、あのザ、なんか俺すごいあの人のことさ慶応ボーイっぽいなってすげえ思うんだけどさ、あの人ね、そうなんだ。あの人もかっこいいよね。チャボちゃん夜行性なのに、そう、さっき覗いたらなんかまん丸くなってるねんですよ。キラーショーと一緒入ってくるのがかっこいいよ。いや、やめとけ、そんなこと言ったら炎上したから。朝の夜ご飯好き焼きだ、入ってくるの来る。お、ぜひぜひご一緒させてほしいね。見たかったな、ガントダウン。ツイッターでジャニーズカウントダウン見る、どういうこと？どこでやってんの俺？東京ドームとか？明日明後日近畿のライブ行く。ほう、いいな。ライブとか一回しかやったことない。チャボさんのおちりも可愛いね。チャボ起きたかな。なんかお部屋の中入っちゃったかもしれない。確認できなかった。誰のライブ行ったことある？エグザイルかな。ザイルが好きだったんだよな。まあ今も好きだけど、結構みんなジャニーズ好きな人多いのかな。あと6分で今年終わんのか、実感ねえな。お、エグザイル、旗振ってた。旗振ったっけな。でもなんかエグザイルのジャージ持ってた。ジャージ持ってた。いつ行ったんだっけ。高校生の時だった気がするな。あれでもジャニーズ系だよ。本当に。あずさんこんばんは、ありがとうございます。来てくれて一緒に年を越しましょう。
エグザイルは12月21日のクリスマスライブ行ってきました。はい、てかエグザイル誰が一番好き？俺が好き、タカヒロさんが超好きだった。超かっこよくない？あとはオミくんとかもすごい好きだし、あとはアランくんと、最近ランページとかも好きなの。吉野北斗くんとかも超かっこよくない？超美形だよね。 V6 いい。あ、ゆうかさんもエグザイルライブ行ったことあるんだ。あずさんは嵐ファン。あと5分だけど、ハイツくんカウントしてくれる？え、これさ、でもさ、ちょっとラグあんのかな？何秒かラグあんのかな？好きだった。今も好きだよ。今も好き。年越しに間に合った駐車場で待機中。ランペの中にいそう。本当に、でもあんな俺ワイルド系じゃなくない？いや、嬉しいことにたまに言ってくれるのが、なんかジェネにいそうだよねって言われる。あれは嬉しいね。なんかジェネとか平成ジャンプにいそうって言われることがありがたいことにね、多いですね。愛犬がいなくなってからは、テレビを全く見なくなりましたが、ポケットモンスターだけ見てます。ハイテ兄ちゃん、ポケットモンスター見てますか？私はニンフィアとミュウ、小学校ぐらいまで見てたかな。ゲームで言うとね、ルビーサファーエメラルドあたりかな。レックーザとかさ、カイオーガとかグラードンとかかな。うん、カウントダウンいいんだけど、多分ちょっとラグあるよね。多分あえてか、一緒にカウントダウンしよう。これ何秒ぐらいラグあるんだろう。私はハイテクのファン。本当にね、本当にありがとうございます。え、待って、年越しする前にちょっとトイレ行っていいですか？ちょっとトイレ行ってくるかな。よし、じゃあこの子がね尺をつないでくれる。映ってるかな、これ。映ってるね。ちょっと待って、よいしょ、帰ってきた。間に合った。あと1分。みんなでトイレ年越し。早い？そう？男ってこんなもんじゃない？男はこんなもんだよ。ちょっと寒い。手洗ったよ。手洗った。あ、兄ちゃんいつもうんちなの？あと30秒。一緒に年を迎えるんで最高です。一緒に迎えましょう。なんか全然眠くないな、意外と。俺もっと眠くなっちゃうかなと思ってた。あと10秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。明けましておめでとうございます。年越ししましたね、一緒に。明けましてね、おめでとうございますがね、本当に。
何人で年明け一緒にしたんだ。お、245人の方と一緒にね、明け埋めをしましたね。今年もね、今年もよろしくお願いいたします。皆様のおかげでね、こうやって YouTube やれてるので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ハッピーニューイヤーだ。あ、やっぱ10秒ぐらいラグあるよね。そっか。明けおめだ。え、花火？花火どこだ、花火？すごい。あー、やっぱタイムラグあったんだ。ヤギキムさん、ちょっとね、本当にありがとうございます。お年玉ありがとうございます。アーペイとね、チャボのおやつ代に、しようと思います。ありがとうございます。うん、汽笛、へえ、すごいね、素敵。わあ、なんかみんなコメントありがとう。あーちゃんとペイさんのお年玉ありがとうございます。あ、ペイのアイスとか買ってあげようかな。パンとか花火上がってる、いいな。どこで上がってんの？え、みんな花火上がってんじゃん。すご。すご。一緒に旅行してる友達がなんか機嫌悪い。なんでだろう。なんでだろう。もしかして配信見てるからとか。横浜、え、横浜って田舎ある？朝さん、はえぺくん、明けましておめでとう。今年もよろしくお願いいたします。こちらこそね、よろしくお願いします。年明けた風呂上がりなので髪乾かします。風邪ひかないようにね。こちらこそ配信してくださりありがとうございます。明日って1日？うわぁ、今年もよろしく。本当だからおめでとう言えない。あー、でも全然ね、コメントありがとうございます。と眠いかお腹空いてるから寝かせよう。なんで機嫌悪いんだろうね。喋ってほしいのかな、コウジマンさんとお話ししたいのかな。
電話来てカウントダウンできなかった。電話明けましておめでとうございます。アーペーチャボ、アーペーチャボちゃまのおやつありがとうございます。ありがとうございます。何買ってあげようかな、アーペーチャボに。え、ジャニーズカウントダウン見れんじゃん。あ、見れた見れた見れた。タッキーやの翼だ。キンキがいない。そうなの。ビーナス、あ、なんか知ってる気がするかも。あ、山田涼介くんもね、超かっこいいよね。明けましておめでとうございます。今年も、あーちゃんぺーちゃんの動画に動画、兄ちゃんとチャボちゃんの動画楽しみにしてます。ありがとうございます。明日も仕事なのでお先に失礼します。皆様よろしくお願いします。こちらこそ来てくださってありがとうございます。ゆっくり寝てください。いい一年にしましょう。羨ましい。田舎だから映らない。俺今 YouTube で見てるんだよね。なんか YouTube でジャニーズカウントダウンでやったらなんか出てきた。わかんない、これ無断のやつかもしんないから途中から見れなくなる可能性はある。公式ではなさそう。プサン、あきおめ、ペロ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 パランパランのことだな。ありがとうございます、スパチャ。ありがとうございます。みんな初詣とか行くの。ニヤニヤするの、すいません。すいません、ニヤニヤしちゃって。ペロペロってなんだろうなぁと思って、ニヤニヤしちゃった。このジャニーズカウントダウンって、本当に今やってるやつかな？なんか今ファンタなんちゃら歌ってる。あ、カメラシ君だ。この人かっこいいよな。あさって行きます。初詣、日が当たったら行きます。みんな行くんだな、やっぱり。あ、中継やってる。これ今やってるやつ、去年のやつとかじゃないよね。これ今年のやつだよね。なんか今フラワー歌ってライブか、去年のやつじゃないよね。あ、さちこさん、萌えな買ってね、ありがとうございます。またね、配信やるとき用の萌えな買わせていただきます。午前中に初詣行ってすごい。マジ？午後から仕事ってこと？かなこさん、あやぺ兄ちゃん、皆様明けましておめでとうございます。
やめるぞ、いい1年にしましょう、みんなで。初の朝早くニューイヤー駅伝の交通規制を避けながら、あ、駅伝って年明けにやるんだっけ。あーちゃんぺーさんの初散歩な何時、何時だろう、起きたらかな。駅伝は2日と3日。へえ、そうなんだ、大変だね選手も。あれ、キンプリって解散しちゃうんだっけ。解散だっけ、わかんない。駅伝は見たことないな。あ、八木久美さん駅伝好きなんだ。キンプリは2人だけ残…え、そうなの、誰が抜けちゃう。俺あんま詳しくないんだよな、そういうの調べるか。キンプリ、3人のだったり、ほん、あ、平野翔、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退するところにされました。そうなの。あ、アーサーズさん、初詣行ってきます、気をつけてください、いってらっしゃい。そうなんだ。いやでもさ、ずわかんない、自分たちで仲いいやつらでグループやってさ、ずっとやっていくならまだわかるんだけどさ、集められた人たちでずっと仲良くやるっていうのも難しいだろうね。わかんない、どういう理由かわかんないけど難しいだろうな。あえて兄ちゃん、キンプリ問題知らないと。あ、なんかその解散とか脱退っていうのは知ってたな、誰がどうとかは分かんなかった。それもテレビとか全く見ないね。昔大好きだったんで、高校生までは大好きだったな。高校生まではもうテレビ超大好きだった。留学するの？留学するの、アメリカに。箱根駅で、泣けるんだ、セクシーゾーンも4人になっちゃうの？待って、調べるの。
え、誰がやるじゃん。なんか調べてもわかんないんだけど、 YouTube と TikTok ばかり。俺 TikTok かな。 TikTok さ、マジ永遠に見ちゃうからさ、やべえなと思って俺アプリ消しちゃった一生見ちゃうんだよね、やばいなと思って。ちょっとさよならさ TikTok。 今布団に入った。布団の中から見てる。寝落ちしたらごめんなさい布団入ったらもう寝落ちが確定じゃないですか。寝落ちしちゃうよ。お、ワンちゃんと一緒に寝るんですね、いいな。じゅんちゃんさん、お先に失礼します。おやすみなさい。ありがとうございました。こちらこそね、ありがとうございました。良いお年を。良いお年を、違うな、いい一年にしましょう。息子が小さい頃箱根駅伝を見に行った時に、順天堂頑張れっていうところ任天堂がまあ似てるからね。ハイトは留学とかホームステイとか興味ないの。いや俺めっちゃ留学したいんだよね。留学すごいしたい。それこそワーホリとかすごいしたいなと思って一時期調子なんです。あ、マリウスヨーとかだった。へえ、あのハーフの子だよね、綺麗な。皆さんありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。こちらこそね、よろしくお願いいたします。ルーシーさんでいいのかな、リエルーシーさん。明けましておめでとうございます。はやペロ、はやペロ、うん、はやペロです。最近のジャニーズは知らない。スマップで止まってます。俺なんだろう、俺キンプリで止まっちゃってるかな。どこの国、ね、オーストラリアかな、行きたいの。友達がオーストラリアにずっと留学しててさ、何年ぐらいいたんだろう、5、6年いたのかな。で、向こうの人と結婚して、すごいよね、幼馴染だったんだけどさ。MM さん、皆様明けおめです。今日も仕事で朝やなで、ご挨拶のみで。今日も仕事か、頑張ってください。ゆっくり寝て仕事に備えてください。いい一年にしましょう。キンプリって最近だっけ。俺でも曲知ってんのなんだっけ、なんだっけ、シンデレラガールだ、あれしかわかんない。ストーンズと、なんだっけ最近のスノーマン、なにわ男子、他にもいいのかな。リオリオさん、犬たちは先に寝てるので私もそろそろ寝ます。ハイベスさん、皆さんおやすみなさい。おやすみなさい、ゆっくり寝てください。今年もよろしくお願いいたします。そうね、みんなそろそろね、よろしくお願いします。俺なんか全然眠くないんだけど、どうしよう。まあカフェインの錠剤飲んだからな。ちょっとジャニーズわかんねえな。ジャニーズ落ちた。トラビスジャパンってあれってジャニーズなの？あ、ジャニーズなんだこの人たち。全然知らなかった。相手兄ちゃんどんな歌が好きですか？私は種火の空と虹の橋のたもとからとユーリのレオの3曲です。あ、レオは知ってるな。俺はね、最近ランページとか聞くかな。あとジェネレーションズとか、うん、なんかあんまり最近の歌、俺歌が疎いんだよねこのままオールできるかな。パリに3ヶ月しかホームステイしてないけどめっちゃ楽しいぞ。3ヶ月の間に知らない人の引っ越し祝いとか結
婚式に押しかけた現状。へえ、パリか。パリ留学ってなんかいいね。俺元カノがさ、アイルランドに留学してた子でさ、なんかそん時にもうなんか留学いいなってすごい思ってたんだよね。なんか留学したからこその価値観とかさ、すごい聞いてて楽しかったんだよ。なんか元カノに言われたのがさ、俺らってさ、とりあえず海外の人見るとさ、ハローって声かけちゃうじゃん。それってね、あんまり良くないんだよって言われて、なんでって聞いたわけよ。ね、なんでと思うじゃん。したら、例えば俺たちが海外に行ってさ、ニーハオって言われたらなんかいい気分ではないじゃんって言われて、すっげえ確かにと思ったんだよね。だからまずはあのこんにちはって海外の人にも挨拶するのがいいと思うって言われて、ああそれはすごい確かにと思ったね。留学しないとね、そんな風に思わないというか、そういう考えに至んないじゃん多分。だからすごいなるほどと思った。風見さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。K-POP ばかり最近の、うん、違う、 K-POP ばかりで日本の曲知らない。俺も俺歌全体わかんないんだよな。もう15年以上前ですが、中学の同級生だった人は順天堂大学のキャプテンとして箱根駅伝走ってましたが、しかも途中で脱水症状にあってフラフラになりながら走ってます。確か途中でドクターストップかけて、すごいね。すごいね。普通に挨拶じゃなくてライター貸してって現地語で言って、それのおっちゃんとタバコ吸って友達になってすごいね。フランス在住の弟、フランス在住の弟ってかっこよ。俺もフランス住んでるって言いてえな。私はカンドラしか見ないから日本語の情報が多分。ごめんなさい、読み方間違ってたらごめんなさい。ミカさんでいいのかな。兄ちゃん新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。元カノさんの言うことをよくわかる。私の職場は海外から来てる子多いから、そんな話したこと。海外の人多いんだ、いいな。太鼓さん、明けましておめでとう。娘がジャニーズ見てます。俺も今ねパソコンでジャニーズカウントダウン落ちして、あ、美少年もジャニーズなんだ。俺さ、超特急ってグループあるじゃん。俺ずっとあれ韓国のグループだと思ってたんだよね。なんか名前、グループ名がさ韓国っぽいじゃん。全然知らなかった。日本のグループだっていうのはこないだ知ったね。あ、本当だ、マリウス卒業、5人でラストステージって言ってる。外国人にすいませんって言うからね。
なんか最近グループ多くてついていけないな俺。ついていけないんだよな。ちゃんとねグループなんか顔と名前が一致してたのはほんと。で俺嵐ぐらいまでかなついていけてさ。いやセクシーゾーンも分かるな。それ以降はちょっと分かんないな俺。キンプリがギリかな。他も分かんないな。じゃないですよ。マリウス今日で引退。あ、引退なの。引退しちゃうんだ。チョルリンパさん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。キンプリも、あ、キンプリも今日で最後なんだ。国内でも海外でもジェスチャーで大抵通じる私。わ、さすがさすが。今年の紅白は見つけた半分は知らない歌でした。聞けば多分分かるんだけど誰が歌ってるかとか分かんない気がするな。あ、てか赤西仁義ですよ。本当ですか。それは嬉しいな。あの人は超かっこいい。紅白見てて思ったけど日本人なのか韓国のグループなのか分かんない。まあお隣の国だからね。顔つきも似てるからね。あーやっぱ年取ったってことかな。年取ったか。ハナローって何。ハナロー花より団子ってこと。分かんない、違うな。カズさん明けましておめでとうございます。ハエテ君にとって、良い年になります。カズさんにとってもいい年になりますように。ハニハニさんハッピーニュー明けましておめでとうございます。アコさんでいいのかな。ごめんなさい読み方間違ってたら。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。こちらこそね、よろしくお願いいたします。俺韓国の人はね東方神起で止まってんな。カラとか少女時代とかかな多分。あ、ファランって読むのね。ファランって読む。芸能人誰が好きですか。ね結構いるよ。市原隼人さん、高弘さん、尾身くん、アラン君、あと誰だろう。俺あと誰フォローしてるっけ。さん、誰フォローしてるっけな。芸能人手越くんもかっこいいもんね。あとは吉野北斗くんでしょ。ランページも。あと、あ、キムタクもフォローしてね。キムタク、あの人マジかっこいいね。あ、かなでもフォローしてんの。今日はよくまばたきしてるね。私テレビ見ないからアーペイちゃんの動画ばっかで分かりませんが、これもね YouTube ばっかりだから分かんない。次男来てから運転します。ハイテ兄ちゃん皆さん、運転気をつけてください。あ、ペヨンジュン懐かしいね。
あ、ビッグバーンね。あれビッグバーンって G ドラゴンのいるところだっけ。え、ビッグバーンとビッグバーンと BTS は別だよね。え、わかんない、別だよね。あ、ルービーさんこんばんは。挨拶できませんが今年もよろしくお願いします。こちらこそね、よろしくお願いします。え、ウィーク歌ってんじゃん、懐かしい。うわ懐かしい。え、ウィークとか懐かしい。あ、そっかね、エミーさん瞬き係だからね。あ、そっか、手押しくんいないから3人になっちゃったのか。ウサギプードラゴンとかかっこよくない？プードラゴンかっこいいな。あ、なんだっけこのリンリンさんの、なんだっけこれ、なんて読むんだっけ。なんだっけこれ、なんて読むんだっけ。見たことあるこの感じは。女性芸能人、女性芸能人誰フォローしてたっけ。誰って言われると忘れちゃうんだよ。誰好きだったっけみたいな。あ、でもね、有村架純さんは好きだね。と、あ、誰フォローしたっけ。あ、そうだ、イテボンって読むんだ。イテボンだ、イテボンクラスね。知ってる、見たことはないけど知ってる。面白いっていいよね、あれ。あとガッキーはね、可愛いよね。あと誰だろう。あと誰だろうな。篠崎愛ちゃんとかも好きだな。ね、有村架純ちゃん可愛いよね。超可愛いよね。ゆかりさん、はやて兄ちゃん、あーちゃん、ぺーちゃん、来ました、おめでとうございます。今年も楽しい配信見せてくださいね。任せてください。アイドルはね、誰がアイドルなんだろう。アイドルね、与田祐希ちゃんとか可愛いなと思う。乃木坂だよね確か。え、乃木坂だよね。うん、乃木坂って書いてある。有村架純のルビーちゃんです。爆毛ルビーちゃん、葵ちゃん、ハエテ兄ちゃん、遅くなっちゃった、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あとまだ160人の方が見てくれてるんだ、嬉しいね。AKB 派、モンズ派。世代的には AKB の方がテレビですごい映ってたから。モームスはね、道重なんだっけ、道重え、違うかな、道重さゆみさんって方ならわかる。あとは矢口真里さんとかかな、知ってるの。AKB の方が知ってる人が多いね。なんかもう AKB 入ってたのはね、中2ぐらいかな。もうだって歌のランキング嵐 AKB みたいな感じだったからさ、うん、知らずとも
知っちゃうよねみたいな感じだったから知らない名前本当に。あ、バクモンはリーちゃんなのね。リーちゃんか。乃木坂のゆうきちゃんのマフラー通りうちなの。へえ。あの人なんか実家で動物飼ってるんだっけ。アルドさん、ハエテさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。乃木坂派神セブン、前田敦子とか大島、前田敦子さんね、前田敦子さん、大島優子さん、まゆゆ、高見な、誰だっけ、あと誰いたっけ。なんで板野友美さんでしょ。誰だっけ、あと、うわ思い出せない、誰だっけ。うわ思い出せない。大変愛犬がマットレスから落ちかけたゴルちゃんからも、あー危ないね。いや俺 AKB あんま詳しくないんだよね。あ、こじはるも有名だね。あと誰いたっけ。 AKB 詳しくないんだよね。ライブ参戦、AKB の、俺歌全然わかんない。 iPhone 中の歌とかしかわかんないな。多分聞けばわかるから。ちょっと電話してくる。はい、てくまたね、今年もよろしく。お、いってらっしゃい。よろしくお願いいたします、今年も。AKB ちょっと調べたいな。AKB。2008年ぐらいかな、2010年ぐらいか。これな、第2回総選挙かな、これ。1位が大島優子さん、前田敦子さん、篠田真由子さん、板野友美さん、渡辺真由さん、高橋みなみさん、小島春菜さん、柏木由紀さん、宮沢さん、松井ジュリナさん、松井玲奈さん、松井ジュリナってきっと13歳だったか。同じ年じゃないと。すげえな。あ、峯岸みなみさん。え、あ、名前見たら、わかる人が結構いるな。うん。カラオニコル。うわー、メンバーわかんねえ。マリコ様ってなんだっけ？上からマリコみたいな歌あったよね。あったよね。周りが結構ね AKB とか好きだったんだよね。乃木坂好きなやつも多かったかな。もうやめちゃったけど、乃木坂の一期生に知ってる子がいて、すごくない？すごくない？周りそんな人いないな、多分いない。すごいな。今話題のマリコさん、そうなの？ちょっと時事ネタがわからん、マジで。今日朝までやっちゃう？みんな何時まで？何時にやる？みんな。
今ね、時事ネタ調べてる。でもなんか、なんかミサイルとかしか出てこない。ちょっとね、ちょっともう一回トイレ行ってきていいですか。ちょっと待って、コメントはね、ちょっとスクロールして戻ってよ。よっ戻ってきた。芸能人で誰と会ったことありますか。芸能人、あったっていうのかな、あったって喋ってってあれ見たことあるのは、前に渋谷の先輩に渋谷のねバーに連れてってもらったんだよ。多分会員制なのか分かんないけど、したら隣の席に彦摩呂がいたぐらいかな、かな、多分。あと今起きてる、あともうとっくに寝ちゃったね。アラン君名前してます。え、何似てるんだろう。アペちゃんにまで会いたいな。私今一番会いたい人と繋がっていけない。あ、輪になった音がやってるの今。ほんとだ。そう、びっくりした、なんか横見たらいてさ。あれ、びっくりしたな。もう場所すら忘れたな。どこだっけ、あれ。ごめんなさい、もらった、いや、もらってないです、喋ってもないな。え、ひこまるだって心の中で思って5秒ぐらい見て終わった。渋谷の朝方とか女の子2人の肩抱えながらベロンベロンに酔っ払ってる芸能人見ると万引きします。え、そんな人いるの。え、誰。
カーテンの隙間、え、どれ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 どこ、え、どれどれどれ、怖い怖い怖い、引きこもらってるロケで食べてるもの全部平らげるらしいから、あんなに太ってるらしいです。でもいいね、全部食べてもらえて嬉しいだろうね、出した方がアーペイケもいつか人気 YouTuber とか芸能人とコラボさせて、うわーしたいね、俺 YouTuber の友達欲しいんだよな。あ、モカさん明けましておめでとうございます。後ろなってやめてやめて、俺そういうの苦手だから。バーといえば福岡旅行に行った時バーに博士太郎、すごすごいな。俺 YouTuber ならね、 YouTuber なら見かけたことあるのだったら禁断ボーイズ、上西くん、歌舞伎ぐらいかな。爆音と爆音のモフモフだね。兄ちゃん兄ちゃん友達になってくれるかな。アーペイちゃん車の広告やブッチの広告でインスタで見るから有名件でね、すごいよね。俺もさ、自分のアカウントで流れてきた時びっくりしちゃったもん、思わずスクショしちゃったよね。あーちゃんだと思って、そう、デリカのやつが流れてきた何か今ジャニーズカウントダウン見てたらひょっとこやってるんだけどね、これ番組変わった？やっぱり都会は芸能人に遭遇できるんだね。そう、その渋谷のバーに連れてってもらった先輩がさ、今は分かんないけど当時三茶に住んでてさ、なんか近くのカラオケに行ったらユウさんとチュートリアルの徳井さんとかいて、なんか仲良くなったって言ってた。すごいよね。あ、終わっちゃった、やっぱりジャニーズカウントダウン。なんかちょっと子が踊ってる。いいだろう、また寒くなってきた。都内行っても芸能人に会ったことないやね、なかなかね。まあ、YouTuber だったらいそうだけどね。カイティ君時間大丈夫なの？うん、今んとこねあんまり眠くないんだよね。チャーさん、芸能人も人だからな、普通に歩いてるとこ見かけることよくある。え、待って、チャーさんどこ住んでんの？どこ住んでんの？よく見ることなくない？普通山口県のど田舎でそうできるとしたらタヌキとイノシシか。イノシシはさすがに見たことないのよ。アンズさん、今年もよろしくお願いします。お願いします。イノシシか、すごいな。大阪北新地のお店で屋敷たかじんと一緒に飲んで、え、誰やっけ屋敷たかじんって、やって調べよう。屋敷たかじんね、いや、すごいすごいすごい聞いたことある。あ、この人か、すごあ、エリさん明けましておめでとうございます。
この前鹿がどマジすごいね。あれ、瞬き少なくなってた？危ない危ない。ちゃんと教えてもらわなきゃ瞬き忘れちゃうからもう。あれ俺今テカテカ？お風呂入ってだいぶだったよ。テカテカかな。何年か前によく赤レンガ倉庫で大吾さんを見たけど、背が高くてスリムでかっこよかったんですよ。そして羽田空港でお母さんと一緒の歌のお兄さんとお姉さん見たことあります。大吾ってどっちの大吾？ウィッシュ？それともメンタリスト？どっちもすごいけどね。今年もまばたき少なめで、今年はね特に少なめでいこうかなと。鹿が道路を渡るの普通だな。すごいな、すごいな。千鳥の大悟も嬉しいけどね、会えたら。芸能人か、会ってみたいな。うわ、ジャニーズカウントダウンのやつ5420人見てる。すげえな、すげえな。宮沢りえめっちゃ綺麗だった。あーね、綺麗な人だよね確か。奈良は鹿で渋滞すんの？すごいな。え、神奈川県にも鹿いるんだ。初めて見た芸能人、うわめっちゃいいじゃん。オーラすごそうだな。半端なさそうだよね。ジャニーズは生で見るとやっぱこれか、うん？かくでかく、いやまあ超かっこいいだろうな生で見たら。マジでオーラすごそうだよね。うん、オーラすごくて話しかけられないだろうな。キツネに遭遇したことしかない。逆に俺キツネと遭遇したことないな。私至近距離で中島健人見たことあった。うわーマジ超かっこいいやろ、ね、あの人ね、あの人マジでかっこいいよね。
ヘビなら遭遇あるよ。俺なんか高校でさ、こんくらいのちっちゃいヘビ見つけたことある。あれはなんか可愛かったな。アイペ兄ちゃんはこの時間に一人で170人に見られてるからジャニーよりすごい。いや、ジャニーがやったらすごいことになっちゃうんじゃない？前に、外行こうと玄関見たらキツネがお座りしてた。マジ？何時まで起きかな今日。何時まで起きかな。今カラーが歌ってんの？何で歌ってんの？麻布十番のお蕎麦屋で元野球選手の清原さんを見ました。麻布十番はいっぱいいそうだね、芸能人。やばい、なんかやばいってきちゃった。あくびすった。もう1時か。兄ちゃん、そう、兄ちゃんに出かけてる。みんな眠くないの？何時に寝るの普段？兄ちゃんどっか行っちゃったら、いつまで休み？5かな？ん？ 4 かな？ペイはね、お母さんと寝てるよ。みんな眠くないの？すごいね。兄ちゃんの配信に慣れてるぜかな。兄ちゃんっていつも何時までやってんだろうね。俺わかんないんだよな。アイゼ君が起きてるからみんな寝られないんだけど。いや、もう全然寝てくださっていいですよ。
あ、めぐめぐさん、私はそろそろ出ます。ハイピー兄ちゃん、おやすみなさい。また配信楽しみにします。来てくださってありがとうございました。いい一年にしましょう。何時までやろっかな。あ、そうなんですよ。今月誕生日なんですよ。そっか、もう1月だもんね。そっか、1月か。兄ちゃん朝の4時とか5時までやってんの？すげえな。何歳？次26歳になります。26。欲しいものリスト公開したい。いや、さすがにできないな。コージマンさんも誕生日何日ですか？お、四つ葉さん、おやすみなさい。ありがとうございます、来てくれて。平成9年かな。平成9年欲しいものリスト公開してないの？いや、してないね、俺。そう、平成9年の26歳。お、15日。いや、兄ちゃんロングスリーパーだよね。超ロングスリーパーだよ。朝全然起きないもん。休みの人がほっといたらずっと寝てんじゃない？ハムちゃん名前ね、ハムちゃんチャボです。チャボ、チャボ。兄ちゃんアーサマータイプだよ。ほっといたらずっと寝てるから。でもショートスリーパーはちょっと憧れるよな。俺ロング、うん、普通ぐらいなんだけどさ、なんかロングというか夜あんま起きてらんないんだよな。15分に終わりにしようかな。平成9年、最近じゃん。いや、もう25年経ちますよ。チェルリンパさん同じ年？タメですか。はい、じゃあそろそろ眠くなってきてるかな。私は3時くらいに眠くなります。その間スクラッチアートをしてから寝ます。時々4時過ぎに、すごいね。あ、でも2時間やってんだ、俺。そっか、11時間やってんだもんね。そうね、ペイの、叩き起こすあれがないとね。はい、起きれないからね、兄ちゃん。
29日仕事寝坊した。本当に。え、今日19時に起きたの？さっきじゃん。今日はよく頑張って起きてましたね。ね、俺こんな時間まで起きてるのいつぶりだろう。布団の中で寝落ちないで頑張って。いや、俺だったら絶対寝ちゃってるな。あ、タメですか。嬉しい。チェルリンパさんは何月生まれですか。ジェネレーションズも生配信です。え、何で生配信するんだろう。3時間ぐらい寝たら大丈夫です。うわ、羨ましいな。出発時間に目覚めて固まった、やば。俺もこの間ね、結構ギリギリに起きてね、なんとか間に合った。3分前ぐらいに着いた。チャーさんのチャールズイケケンなんだ。へえ、見てみたいな。いつから仕事ですか。ね、5か6。ちょっと起きてきた。多分ね、起きてきた。なんかさっき動いた音した。ぼっち年越しの予定だったから、みんなで年越しできて嬉しいね。俺もよかったな、配信して。なんか迷ってたんだよね、最初どうしよっかなって。やってよかったな。長く眠れるって若いってことで。やっぱりそうなのかな。毎年紅白つまらないと思いつつ毎年ちゃっかり見てしまう。でもそういう番組ってあるよね、なんか見ちゃうやつ。あ、カウントダウン TV やってんの今。アラン君みたいな見れるかな。やってんじゃん。ハイズ君のカーディガンめちゃめちゃ、めっちゃ可愛い。トムチョジュリー、そう、これトムチョジュリーなんだよね。もらった。あったかいんだよね。あれ、兄ちゃんとカーディガン一緒これ。俺さ、そのこっち帰ってきたじゃん、実家。そしたらカーテン変わってた。もともと真っ赤なカーテンだったんだね。アラン好きなの。そう、アラン君超好き。かっこよくない？いや、あの顔といい、あの筋肉といい。ダンスもさ、ジェネで一番上手くない？素人目から見たあれなんだけどさ、なんか一番キレッキレだなと思っちゃうんだよね、 PV とか見ると。チャーさん、チャーさん頭狂ってんの。え、これライブ？あれ、これ違う、もしかして。あれ、これ違うの見てたんでしょうね。うわ、なんかログインしようとか出てきた。あれ、これライブじゃないの。あ、俺なんか違うの見てんな、これ。もしかして、あ、なんか見れないな。
初詣は行ったりするのか。いや、行かないな、多分。アラン君多分、うん、フィリピン入ってた気がする。すごい綺麗だよね、顔立ち。お姉さんなんだっけ、ラブリさんだってね、綺麗だよね。カウントダウン TV ログインしないと見れないって言われちゃった。見たかったな。お姉さんもいるもん。あ、お姉さんいますよ。お姉さん、ラブリって結構有名だった気がするな。エグザイル系も最近ね、グループね、いっぱいね、あるからね。コモリいたの、コモリハイズさん。あの人もね、ダンスうまいよね。メンディーね、メンディー面白いね。ハーフの人羨ましいね。ハーフいいよね。さてと、トイレ行って寝るスタンバイしようかな。俺も寝る準備しようかな、そろそろ。え、出てる？見たいんだけど見れないんだけど。カウントダウンティービー検索。俺踊れないよ、ダンスなんてやったことないもんね。でもジェネのさ、ダンスかっこいいよね。 PV よく見ちゃうんだよな。ジェネのさ、All Babies You っていう PV のダンスが超好きなんだよね。あれマジかっこいい。夏ってなんか、今日は本当にありがとうございました。一緒に年越しを皆さんとできて嬉しかったです。明日もお仕事なので失礼します。おやすみなさい。踊ってみた。できないできる気がしない。あ、ネスミスタイリーね。どっちもかっこいいもんね。ランページの川村和馬君とかもね、かっこいいよね。ランページのあのイケイケ感ね。
カズマイケメンでね、かっこいいなの人。北斗くんもね、でも北斗くん好きだな、顔立ち。カズマくんラップかっこいい、マジで。じゃあ俺は20分になったら寝る。みんなすごいね。エリーはね、3代目 JSOULBROTHERS かな。もうダンスの人だね。あ、リクくん派なんですね、エリーさん。あの人のさ、ファーストテイクのさ、なんだっけ、何の歌だっけ、もう裏声超綺麗すぎてさ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、ランページファーストテイクのなんだっけ、なんて歌だっけ、忘れちゃったな。あ、マイプレイヤーっていうね。あ、キリ30分、そうだね、30分にしよう。じゃああと 10分ぐらい。ではハイト君、すき焼き作って待ってるね。あ、お邪魔しに行きます。あのね、あのバラードの曲なんだけどね、もう超サビの最初のサビの地声から裏声に切り替わるときマジでうまい。本当に何回見てもすげえなと思っちゃうね。俺今日なんかこっちだけすごい二重なんだよね。なんでだろう、こっちもバッチリになんないけど奥二重ない。俺あとジェネのさ、カズアラくんの声も超かっこいい。アペママの部屋、あーそう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 、アペママの部屋、多分メンでしたよ、メンで。ルックスもね、超かっこいいしね、 LDH の人。タトゥー、まあ、超いかついよね、超いかついよね。なんか悪い人って感じするね。あのネスミスさんのさ、エグザイルに入るオーディションのラバーズアゲインのオーディションの歌かな、超うまいよ。でも俺ダントツでうまいなと思ったね。アサヤンね、テレビで流されてる。あの人でも筋肉半端ないよね。今日も配信ありがとうございました。今年もアペファミリーさん、皆さんにとっていい年になりますように。お先におやすみなさい。かすみさん、ありがとうございました。ゆっくりお休みにしてください。今年もよろしくお願いいたします。アサヤンって何、知らないんだけど。筋肉つきやすい人いいな。いいな、マジで。俺多分マジでつきづらい人だと思うね。うん、マジでつきづらいと思う。頑張ってんだけどな。頑張ってけど細いんだよな、なんでだろう。え、アサヤンって何、アサヤンっていうオーディション番組なんだ。へえ。
ケミストリー知ってる知ってる知ってる。歌も何曲か知ってると思う。エグザイルのグループって怖い感じがして苦手。あーまあね、確かにこわもてお兄さんって感じだよね。ジェネとかは結構なんかエグザイルとジャニーズの中間って感じするのかな。割となんか可愛いまではいかないけど結構女性ファン多いんじゃないかな、ジェネとか。全く怖くねえけど、まあでも知らない人から見たら結構いかついからね。いかつい兄さんだからね。あ、確かに北斗くんとかね、ジャニーズ全然いそうね。そう、30分まで延長入りましたよ。でもあと7分だね、早いね。延長料金高いですよ。ペーさんで聞いたよ。ペーじゃ彼が、あーちゃん、あーちゃん抱っこしてスクワットでもしようかな。カバちゃん、へえ。私の推しもがっつり立ち合ってるから全然分かんない。誰だろう。サングラスに焼くと、あれちょっと薄いっていうか、スモーク薄い感じのサングラスに焼くとはね、結構ワイルドな感じで、ね。あ、レオくんもね、レオくんもジャニーズっぽい。片寄くんとかもね、モロジャニーズっぽいね。次45分。高いですよ。ペーペー支払いペーペー支払い、手数料高いっすよ。45キロ、あ、45キロあったらいいね。スクワットちょうどいいかもしれない。私の同級生も出てデビューして、すごくない？誰だろう。ゴルザップ、いいね。ペーソナルトレーナーがいるからね。鈴木亜美、誰だ。なんか前アーペー TV であーちゃん背中に寄せて腕立てした気がする。シェラ、え、知ってる気がする。すごゴンタのお菓子だしちゃんとブッチでゴンタちゃんにお支払いします。いや、あーちゃん背中に乗せ腕立てした動画でさ、コメントで面白かったのがさ腕立て終わった後、お母さんがさ真っ先にあーちゃんすごいって言っててさそれに対してツッコミのコメントがあってなんか面白かったまず先にあーちゃんすごいってわらわらみたいなあれちょっと面白かったな。ヒカルゴのオープニングかエンディング、え、すごいね、すごいな。俺の周りそんなすごい人いないかな。でもね、あーちゃん乗せて腕立ても結構余裕だったんだよな。あーちゃんファーストだから、
兄ちゃんのつけ雑だけどね。あ、そんなもんよね、そんなもんよね。周りにいねえじゃんな。うん、いないね、多分。あ、兄ちゃん寝癖すごかった。見てないんだよね。チェルリンパさん、そろそろ出ます。おやすみなさい。いい一年になりますように。こちらこそね、見てくださってありがとうございます。お互いいい一年にしましょう。おやすみなさい。俺もそろそろ終わりか。みんな元気だな。うん、サチコさん、ハイト君、皆さんおやすみなさい。またお話ししてくださいね。サチコさん来てくれてありがとうございました。いい一年にしましょう。おやすみなさい。ん？何？記念日、記念日？なんだなんだなんだ？明日はうちのワンコと初めて会って抱っこした記念日。あ、かん？ん？明日って2日ってこと？いい記念日だ。どんな子来てもずっとゴンタちゃんなんだ。いいね、なんか。小島さん、私もそろそろお風呂入ります。いってらっしゃい。じゃあね、俺もそろそろ寝ようかな。今日です。もう終わりですか。今年も良い一年をしましょう。そうなんですよ、もう終わっちゃう。もうちょっと眠くなってきちゃった。じゃあね、終わりにしようかな。はい、それじゃあ皆さんありがとうございました。たくさんコメントしてくれてよ。いい一年にしましょう。おやすみなさい。バイバーイ。